はい、どうもゆうです。今回ですね、5月23日に自己を締めていきたいと思います。EL ですね、決勝見ててですね、ちょっと別件になるんですけど、イエルソン勝ちましたので、アトランタ、はい、やばかったですね。ハットトリックで、まあこの2上がりが決まりましたんで、まあ、こちらちょっと紹介してから、二次更新の SBC 見ていきたいと思います。で、まあスキルムーブを逆足読んで、CMCDM キャムとで、ベース90のシュータ87、パス91とウーブ93、守備87の体育88で、ここから2上がりになりました。まあ、能力も全体的に良かったのと、なんといってもこのプレースタイルがですね、インターセプトプラ、ファーストタッチプラ、予測ということで、ね、的確も持ってて、まあこのプレースタめちゃくちゃ良かったんで、高精度持ってますし、まあここからの2上がりすごい期待ですね。容赦なしないのがちょっと残念なぐらいで、本当にすごいプレースタが優秀なのと、あと使用感すごいいいみたいなので、ちょっとまだ僕は使えてないですけど、まあ、その辺もね、あの2上がりあるということで、またちょっと使って試していきたいなと思ってます。ということでですね、早速 SBC 見ていきたいと思います。で、SBC ですね、デイリーログインはもうやったので、ちょっとここにはなかったですけど、85ピックまた復活してますね。これもやるのと、まあ、82×5 がまた復活してます。まあ、これに関して僕、金しかまだ出てないんで、まあ、今までのやつに比べたらちょっと出が悪いかなというか、金出が単純に多いなと思うんで、うん、まあでも作っていいんじゃないかなと思います。で、86ダブルアップグレがありますよというのと、まあ、81ピックですね。で、ラリガ TUTS が、やっぱり来ました。でこれが多分10万ぐらいやったかな、確か。まあ、87で TOTS 入れてくださいと。まあ、正直、うん、外れ枠がめちゃくちゃ多いんで、まあ、期待はしない方がいいですけど、まあ、やった方がいいかなって感じですね。自分はやる予定ですということで。で、フラッシュバックですね。で、コレアが来ました。スキル後逆足に 171cm の STRMCFRW と。で、ベース93、シュート92、パス89、ドリブル95、守備も61あって、体幹86と。で、プレスタが、的確と、迅速プラ、フレア、カレアの身のこなしですね。で、トリベラ。で、トリッカーとシールド。で、容赦なしとテクニカルということで。まあ、この辺持ってるのめちゃくちゃいいですね。ただ、なんか、まあ、カレアの身のこなしの、プラスも僕も結構しようかいいなと思ってるんで、迅速とちょっとトリベラが他のこの2つどっかに連れてほしかったなとは思うんですけど、まあ使用感は多分コレア自体ドリブルもめちゃくちゃ使用感良かったんで、あの作成はしていいんじゃないかなと思ってます。まあこれは結構期待できるんじゃないかなと思います。はい、ってことでですね、まあもうラリーガもあと2日となりました。今日明日ですね。でセリエが控えてて、次にアルティメットになるんで、市場的にもですね、結構暴落が進んでますので、まあ、アルティメットを控えてるなっていうのと、まあ、SBC で結構やっぱり強い選手、バンバン出てきてるのもあるのかなとは思うんですけど、安くて。まあ、ちょっとだけ値段もせっかくなんで見ようかなと思いますけど、はい。もう、ハーランドも1000万切りましたし、僕が FC で使ってた時は1170で買って1100以上で売ったんですけど、まあ持ってたらちょっと危なかったなっていうのと、まあプテとジェームス買って、まあその2人はもうやっぱ下がってるんで、まあここからはやっぱり下がりはもうしょうがないのかなと思うんですけど、まあプテがちょっと戻ってきたかな。うん。まあでも安くなってきたんで、まあコインパックされてる方もいるけど、コインパックしなかったらしなかったで、結構いい選手買えるんで、まあ、そこはご利用は計画的にやった方がいいんじゃないかなと思いますけど、まあ K も300切りましたし、うん、ジェームスがね、240で昨日の夜出てたんですけど、まあ260になってまたちょっと上がってますけど、まあサラーも300台だったけど260まで下がってますし、あとはまあ、女子選手が来るかどうかにもよるかなと思うんですけど、5大リーグは毎回来てるんで、まあ、5大リーグと一緒に女子もそのアルティメットとして枠が入ってくるかどうかですね。まあ、あのセリエも結構いい選手、毎作いるんですけど、やっぱり次がアルティメットってことで、まあ、アルティメットに備えるのが一番いいんじゃないかなと思います。アルティメット自体はですね、やっぱり今までの、
TOTS のもう先発メンバーが来るんで、まあ、言ったら TOTS の一番でかいイベントになるかなとは思います、まあ、ここでですねどんな引きできるかってところになってくるんで、今まで引けてない方もそこで引けたらもういいかなってところになるんで、はい、僕もあまり赤金とかで全然いいの引けてないですけど、そこで期待したいなと思ってるんで、はい、ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは一応 YouTube のメンバーシップも復活しました、まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。分からなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後僕の、X にまたDM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのを上げてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけをまあ通知オンにして、もし質問の方でこう数が多くて通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通知オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問はまあ市場転売とか転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのもやってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。